はい。皆さん、こんにちは。元気なおじです。今日は12月26日、木曜日。時刻の方は21時2分です。さあ、僕の私の発送報告シリーズ。ね。今回の投稿者は、おっさんからいただきました。はい。えー、こちらの投稿でございます。テレリンはい。一、えー、1111 11組です。独身の日ね、えー。スマホでアリにアクセスした時は、 気づかなかったのですが、久しぶりに PC でマイオーダーの、何これ、コンタクトセラーを除くと、12月19日に指デ地から英文のメールが届いていました。ありのメールはチャットと違って届いても気づきにくいです。そうなんだね。皆さんはどうでしょうかスマホでチェックしてて、 気がつかないってことありませんかねあっと思った方は、PC でマイオーダーのコンタクトセラーを覗いてみてはいかがでしょうか要、ね、えー。すると、製造元の供給が遅れているので、時間内に荷物を発送できないことをお知らせします。申し訳ありません。12月31日までに全ての F2 を送信します。 それでも F2 が使用の場合は延長処理を行ってください。あなたの忍耐に対する私たちの心から感謝を示すために私たちはあなたにイヤホン、U ポットを贈り物として贈ります。これ以上待てない場合は処理時間が長すぎるという理由で注文をキャンセルしてください。 3営業日以内にキャンセルに同意します。保証として10ベイドルのクーポンを提供します。遅延とご不便をおかけして申し訳ございません。ご理解いただきありがとうございます。という感じでした。ということでね、ありがとうございます。さあ、そんなわけでね、まあ、いよいよ、ね、えっ、ー、と、確かね、これ、 1111組ね、11111112組はちゃんと、これ何日までって言ったっけえっとね、ちょっとね、これツイッター確認してみようか。これ確かね、うーんとずるかったんだよね。10日までは <laughs> 何日、で11、12が何日、でそれ以降が来年って確かあったんだよね。えーっと、ここだね。うん えっと、前回の弓で自公式のね、えー、お詫びのところをね、ちょっと確認してみましょう。はい、ここだね。おやお約束。11月10日までの F2 注文についてはあ、2019年12月22日までに発送します。ってことだよね。皆さん、発送は済んでいますかそして、ここだね、えー。11月11日から、 11月12日までの F2 注文については2019年12月31日までに発送します。そして11月13日から11月30日までの F2 注文については来年1月10日までに発送します。ってことだよね。12月に入ってから注文した方はね えー、も,もっとそれ以降なんだけどあのー、旧正月入っちゃうからね、うん、もう3月頃こだねきっとねえー、っとねまそんな感じでね、うん、ここだね11月の11日から11月12日までの F2 注文の場合ギフトとして TWS イヤホン U ポットを送ります発送された F2 パッケージに U ポットがない場合は 個別ニューポットを送信します。ということでね、えー、ちゃんとあの忍耐にね、えー、感謝しておまけをつけますよということをね、ちゃんとあの実行するようです。ちゃんと個別メールでね、届いてるそうです。えっ、ー、と、ここじゃないのこっちだね。よいしょ。はい、そんなわけでね、最新情報でした。今回は、あーおっさんからの、ね、情報でございました。皆さんもね、 えーあのー、どうなってるでしょうか、コンタクトシェラーね、あのー、連絡が来ない、連絡が来ない、連絡が来ないって、ね、言ってる方もいるけどね、なかなか気づきにくいそうですで初めて注文した方なんかね、やっぱりあのこういうの気がつかないっていう方もいるかもしれないので、まあ、ぜひ1回ね、PC で迷うだあのドキュメントシェラーを見てみてはいかがでしょうか。ね そんなわけね、えまあとにかくねあの忍耐忍耐ね <laughs> 忍耐ねその忍耐に感謝してイヤホンがついてくる、ね、素晴らしいじゃございませんかねえ、まあ、製造元がね供給がおいしくないということで、まあ、すごいよねまあ,あの他のところはね大丈夫だよブラックビューとかウルフォンのね担当の方と今日両方ともねお話ししたんだけど 全然、ありの,の注文は、ね、いっぱいいただいたけれどもあの工場フル稼働だけどもね、うん、全然あの、発売に向けてあのオープンに向けてねあのちゃんといっぱい頑張って作ってくれてるから予定通り遅れましょうって感じで、ね、えなんか言ってたね。弓根、ねねまあ、ジは製造元の供給が遅れてるなんでだろうね。 どううしてなんだろうこの製造元の供給が遅れているってこれねあのユミデジがさ製造元が悪いんだってそうやって表現してるように見えるけどあの製造元に対してのそのオーダーがね本当に遅れてるのをこの間パーツがないとか言ってたけど間に合わないしってあの製造工場って。 大体、1>, だいたいあの1日にどれぐらいあの量産できるのかね、ちゃんと分かってるはずだよね。で、あの、LINE がちょっと止まったりなんかするとね、場所も遅れたりなんかもするかもしれないけれども、大体生産量の予測っていうのができるので、ね、おそらくなんだけど、その生産能力を超えたオーダーで、で、それはもうあの明らかに弓出自が受注してる方が、 悪いんだよねこれねもともと生産が追いつかないのを知ってるくせに注文を受けてるわけでしょ。でこれをねなんかね産の製造元が悪いとかパーツが供給が追いつかないとかねあの遅れてるんだとかねこれあの一言にする言い訳っていうのがねあんまりよろしくないような感じがするんだけどねもうここはもう潔くね「もすいません!」っつってね、まあ、あのうちのね本当とあのミスでね。ね 遅れてておりまし申し訳ない、ごめんなさいって、これでいいんだと思うんだけどね、いちいちなんかね、テロのせいにしたりとかね、製造物だからパーツが悪いとかね、あのー運送、運送会社がとか、ありがとかって言うけどね、なんでなんだろうね、これ、そこが <laughs> そこ不思議なんだよね、潔くないよね、なんからね、そう思いません、皆さん。 はい、そんなわけでね、えー、今回はお医者からの連絡でした。ありがとうございます。じ、ね、ゃあ、これでね、あの実際にどれぐらいに届くんだろうね、この、まあ、英文が届いてたのをね、この19日に英文が届いてたのを気がつかなかったということでね。で あの大体の方はコンセントとかね、それもちゃんとあの US バージョンで送ってくるよって、連絡をしてでも、連絡が全くね、返事が来ない、確認してもらえない、記録にならないとかね、チャットとか、そういう風になってて、で、届いたら、ヨーロッパバージョンのねやつが届いてて、使いる医者ねえかしてねってね、そうやってあのお怒りの方もいらっしゃると思うんだけどね、で、これさ、ちゃんとした US コンセント届いてる人と、 そうでない人の違いって、これ何なんだろうこれ。あの、アリエクスプレスってさ、これ注文するときに、でもボタンあったよねなかったっけ注文するときにさ、選べなかったっけか。おじい、あれね、どこのスマホもそうなんだけど、 選べたと思うんだけどえちょっと待ってね読み出しの普通で、あ出てこないえっとどうやって調べればいいのかな読み出しの F2 であれでやってるんだけどちょっとうまく出てこないあこの左側か。 えっと、携帯電話で調べればいいのここのカテゴリーの携帯電話機にして、あれ出てこないよ。おちょっと待って。あ、出てきた。ねでさ、これあのー、これ注文するときに、おそらく、えっ、ー、と、ここら辺ではね、 で、これは色かファントムブルーとか。読み出しはないのでも、米国ドルって書いてあるよね。これは元々どういう仕様だったの注文するときに選べってことよくさ、あの、あれ、ベストギアとかだと、こうやってボタンで選ぶようになってるよね。これはないのかな どっちバージョンとかってこれはなんとかしようって書いてないの書いてないのかなグローバルバージョングローバルバージョンこれグローバルバージョンって書いてあるのはみんな US プラグじゃないのこれ違うのよ先行販売あーないのかな そうなのかなぁいやこれ誰か知ってる人いるありってこうなのいやーそうパワー3とかへえ出品ページ2個なかったそうなんだ えっと、こんは。他の、他のところはどうなってんだろう。えっ、ー、と、例えば、ブラックビューとかの、えっ、ー、と、BV9900 とかね。うん、ああ、勝手に、これ、ブラウザがバカなんだね。で、ブラックビューでこうやってやっても、勝手に、あれなんだね。これなんだろう。あの、これ、誰かさ、教えて、 くれるる人いるこのおじいよくあるんだよこう,やってこうやって打ち込んでんじゃん。で、打ち込んでると、なんてか、例えばね、今、ブラックビューってこうやって入れるじゃん。で、こうやって次のやつを入れようとして、こうやって、あのー、スペース入れて、で、また入力しようとすると、全部閉じちゃって、あの、なんていうの、全然パソコンの左側の上の方に入力してて、ないそういうの。あるよね。これは何これ。 の OS ののバグなのそれともブラウザのバグなのこれって。これね、誰か教えてくれる人、よくね、おじい、い多々発生するんで、困ってんだよね、それね、うんこれ。なんでその症状、あれかな、日本語入力こうなってるとなんのかな、ね。そのバグの、ね、原因だけ分かればあの、対策できるんだけど、分かんないんだよね。じゃあ、例えばね、えー、っと、ブラック。 ビューとかの場合だとこうだねああだから弓で字があれかもうでき損こないってことなんだねこうやってありよね普通ねでそのほかいるようにしてそれであれなのかなあの選ぶのかな これっていうのは,他はどうなってるんだろううんと値段がこれ安これいけどこれ,これいくらなんだろうあああくまでもロシア欧州その他まあこれがあの US プラグってことだよねだからどれかをロシアならロシア向けとかこうやって選べるってことだよね で、あの、ファームウェアも違うもんね。ユミレジもね。あのー、グローバルバージョンと、あのー、どこだっけ。ね。二つあるよね。確かね。うん、普通こうだよね。ちょっとベストギアとか見てみようか。えー、っと、ベストギアってどうだっけ。ベスト G では出てこない。あ、出てこない。ベスト GI だか。 いいあ、もうわかんないからいや、やめとこう。もうめんどくさくなった。はい、えー、そんなわけでね、えー、今回はおしゃるのね、えー、投稿でした。ありがとうございました。はい、バイバイ。突然終わる。